皆さんこんばんは。復興を考えるソーシャル学生ネットワーク If I Am の時間です。ただいま流れてました音楽は仙台が生んだ怪物バンドアンテナさんから僕のことという音楽でした。アンテナさんいつもありがとうございます。こうやってこちら、今配信している場所なんですけれども、大人のコミュニティスペース5ブリッジ仙台市五ツ橋にあるコミュニティスペース5ブリッジさんの方をお借りしております。こちらの3階で5ブリッジさんの3階で、配信しておりますもしまあ1時間やってますんで皆さんもしよろしければ来てみたい人はぜひ来てください。まあ、こうやって、こちら1時間、毎週木曜日1時間やってるんですけれども、今日の番組の流れを説明していきたいと思います。これからこの私がはけた後に、八戸トークっていうものを行いたいと思います。青森県の八戸市出身のメンバー2人と、1人仙台市出身の学生が、八戸について語り合うという番組、内容になってます。で次に21時35分から、45分までの間、スタート（仮なんですけれども、スタートっていう団体が、ある経済復興商品を紹介してくれます。こうやってその映画が終わった後21時45分からの15分間、約15分間は、その番組が終わりということで、そのアフタートークの方を行いたいと思います。以上が番組の流れです。加えて、今回 MC 庭田園香っていうふうにその東北学院大学の学生が、行う予定だったんですけれども、まあ、そののっぴきならない事情により私が行うことになりました。まあ、21時5分から登場するので、まあ、女子高生に興味がある方はぜひこのまま見続けてください。それじゃあ早速、移っていきたいと思います。それじゃあ八戸トーク出演者の皆さんよろしくお願いします。4月の中旬にやった20時間テレビの際に、あ、違う、20時間ユーストリームの際に一度深夜にお送りした、はい、八戸の話をしようという企画なんですけども、今日はちょっと、はい、まあ、連休中ということもあって、ね、特別企画ということで急遽、はい、そうですね、お送りしておりますけれども、今日はですね、その時に引き続き、八戸東高校のセーラー服をですね、皆さんに、お見せしたいと思うんですけれども、あ、でも、お、AKB、 分かってて、こっち今日 AKB ですね。そうなんです。はい、ちなみになんでこういう格好してるんですか？実はですね、はい、この、AO311 If I Am の、まあ、代表の、はい、松金さんが今ちょっと企画しているものがありまして、はい、そっち松金の趣味の話はいいんだけどなんかさっき八戸にこう関係があるみたいなことなかったでしたっけ？はい、そこいいですか？あ、そこ、そっちの話しましょう。あ、そうですね、松金の趣味の話は置いといて、はいはい、あのですね、3月に発売された AKB の Give Me 5 の曲の PV にですね、うん、実は、センターの前田敦子さんが持っている手紙にですね、はい、青森県八戸市豊崎って住所書いてあったんですよ。まさかの。わかりますか？わ、うん、かんない。いやいや、もちろんわかんないわかんないけど八戸ってどこにあるかわかります？八戸は青森にある。青森にある。そう、青森にあるんですよ。うん、青森にあります。さすが詳しいですね。まあ、そこまでは存じております。あー、へー、その八戸の手紙はなんか、え、そのファンの人の手紙とかそういう？いやー、多分その PV の物語上でこの手紙を出すっていうシーンだったと思うんですけど、前田あっちゃんが八戸に手紙を出そうとしてた。そうですね。へー、はい、
うん、びっくりして一時停止しましたね、うん、あ一時停止しました停止して確認したところ、はい、豊崎の西の沢だったので結構具体的に読めるね番地とかは書いてなかった書いてましたね書いてた書いてましたねあれそこに何があるんだろうね何も特になかったんですよ Google で調べてみて本当ですかあそれとも何なのかな空き地とかの住所使われたのかな多分そうだと思いますそういうことか、はい、そっか、うん、まあでも嬉しいですねちょっとまあゆかりあるなってことで、はい、で AKB の格好を今日はしてると、はい、いうことですね、はい、でこっちは、まあ、説明何度もありますけど八戸東高校というその八戸にある、はいね、我々の出身校のそうなんですよ、セーラー服という、はい、ことですねはいちょっとあれなんですかパソコンあると邪魔なんじゃないですかちょっと全見えないんじゃないですか、ね、セーラー服がちょっと視聴者数がどんどん減ってるのが視聴者数が減ってるあちょっと減ってるみたいですね、まあ、うんでも今完全にこうロックオンされましたけど画面ロックオンされてますね、はい、顔を映さなくていいんじゃないですかーセーラー服顔を映さなかったらちょっとセーラー服にですねうんまあ、東高校の夏服本物ですからね、はい、これそうですねなんでこれを着てるのかっていうところあんまりこう突っ込めないですよ ね, なんかねそうですよねいろいろと、はいまあ、この辺にしときましょうかってですねタミが耐えられずに亡くなってもうたすごいタイミングの良さタミ死んじゃいましたタミちょっとねやられちゃいましたねうん、あまりにも悪ね悪ノリですね、うん、とりあえずさもうそろそろ気持ち悪いからさ、はい、あの八戸出身者と交代しようよ、うん、はいありがとうございました、はいそうですね、配信いつも配信担当の大友達夫さんでした権利に手ついてるね今画面見たけどそうです ねこれ何雨のせいだよとそうです今仙台すごい雨でめちゃくちゃ雨降ってましてすごいんですよ本当に、はい、なのでもう川の近くに住んでる方とかも近くに行かないようにしてください、はい、本当に危ないのでちょっと俺画面の向かって正面向くようにしておきますね、うん、今日は寝癖がすごい、ねはいまあ、とりあえずこんなわけわかんない格好、はい、そうですねなんで、まあ、ゴールデンウィークということでいつもよりもこう緩い感じで、はい、そうですねお送りしておりますはい、はいじゃあ今日は、はい、あのぜひもっとその八戸についてより詳しくなってほしいということでですね、はいはい東北、の中でも八戸にフィーチャーしてこう話をしていきたいと思うんですけれども、はいはい、ゴールデンウィーク帰省とかしないんですかどうですかあちょっと、はい、しないですねちょっと、はい、しないで忙しい、はい私も来週ちょっと選考あってその時に帰るので今回のゴールデンウィークは帰らないということで地元の企業そうですねなんかイニシャルで言ったら 何社さんいやもう今もともと H で始まったんですけど今は A になりましたね A であるH で今昔は H だったけど今 A になりましたね会社会社じゃないですね。会社じゃないんだ。会社じゃないですね。会社って言わないですね。へえ。ちょっと本当に分かんないから。分かんない。ちょっと分かんない。書いて。打ち込む送る押さないから。あ違う。これ前のやつだ。前の会社ね。ああ。おお。俺の知り合いの父ちゃんも勤めてる。本当ですか。じゃあちょっと骨でぜひ。うん、そうなんですね。ですね。会社ではないですね。うん、そうですね。はい。どっかまあぜひぜひ、はい、頑張っていただければと思います。はい。はい。今日はどうしましょうね、はい。今日はですね、実はなんとこっちに青森県の地図をちょっと書いてまして、うんまあ、ちょっと青森全体の話を絡めながらちょっと八戸について語れればなと思うんですけど、はい、これうまく画面となんかこう共存できますかね。はい。これ皆さんご存知の通り青森県の絵なんですけれども、はい。はい、たけちゃん分かりましたか？ちゃんと八戸の場所。八戸の場所分かりましたか？あ、OK。右下の方ですね。地図で見るとね、はい。はい。ここに八戸がちょっと浮いてますけどね。本当はもう岩手県のこの前市町村合併があったんで、岩手県の県境のところまで八戸市っていうのがあって、で。ちょっとその八戸に囲まれて完全に孤立する形で私の生まれた橋上町という町が実はあるんですけれども、ねうんまあ、大体ほぼ八戸っていうような感じになってますね、うん、で、これってそっか共存できないのかなこの
脇に移りました、うん、はい、今出してくださいぜひぜひ。そろ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 じゃないか、まだ先の話か、まだ先ですね、祭りの話をじゃあちょっとしたいなと思ったんですけど、うん、この前三社大祭っていうお祭りと、確かに話しましたね、エンドリーもすごいとこに出てきたんだけど、PNP がすごいとこに出てますよ、PNP すごいとこに出てますよ、はい、これ逆でもいいんじゃないですか、逆でね、こっち下でもいいんじゃないですか、ね、あ、いや、この 俺たちとこう写真、カメラのあれの逆でもいいかなって、ちょっと大きくぜひ見せてほしいですけど、まあ、八戸には三社大祭と縁振りというお祭りがあって、そうですね、で皆さんがご存知なお祭りは、はい、多分この青森っていう書いてあるところにある、ねぶた祭りというお祭りだと思うんですけど、うん、実はねぶた祭りって一種類じゃないんですよね、確かに、あ、はい、ご存知ですかね皆さん、はい、他にも実はりんごで有名な、あと今の時期ちょうど桜祭りをやっていることで有名な、ね、弘前市でも、はい、まあねぶたじゃなくてねぷたになる、そうそう、ねぷたっていう祭りをやっていて、うん、であともしくちょっとご存じない方が多いかもしれないんですけど、青森市の、北西にある五所川原という町が、うん、あえてこの今地図に書かれてるんですけど、うん、なぜここに書いてあるかっていうと、ここでも、立ちねぷたというお祭りをやってるんですよね、うんうん、見に行ったことあります、ちなみに どれかでも僕はあります。はい、あ、そうです。五所川原の立ちねぶたですね。はい、あ、立ちねぶた、はいはい。あれねぶた祭りは見たことないですか？あれは青森のねぶた祭りも毎年住んでる時は必ず行ってました。はい。あと立ちねぶたも見たことがある。はい、見たことあります。はい。そのかちゃん見たことないですか？私も立ちねぶたとねぶた以外はありますね。三社大祭はもちろん地元だし、まあね、うん、青森のねぶたは実は六根祭去年あったじゃないですか、うん、そこで見て、はい、今年は盛岡で開催されるようですけど、そこで、まあ、見ました。あ、じゃあ青森市での本物は見たことない。そうなんですよ。六根祭のねぶたって見ました？ちなみに見てないですよ。どうだったんですかそれ。いや、あれ絶対違うだろうっていう、違うだろうって感じはします。いや、ちっちゃいんよ。まあ、なんか常禅寺通りの片側車線ぐらいの大きさしかなくて、うん、これは絶対ねぶたじゃないぞっていう、専用に作ったとしか思えない、チャッチーって言ったりしてちっちゃなレプリカで、はい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 、これがちょっと青森の魅力伝わんないんじゃないかなって。そもそも青森ってそのねぶたやるから、うんうんうん、上に電線ないかったりするじゃないですか。そうです、全部外してるんです。その辺のことが伝わってないんですよね。はい、はいはい、そう、確かにね、うん、そう、うんうん、当然あの街中でねぶた祭りはその街中で走るお祭りなんですけど、うんうんうん、もう大きすぎて電線ないんですよね、街中に。そうです、うん、ねぶたが通る四角く通るんですけど、そこも全部埋め込んじゃったんですよ、工事して。そうそう、うん、だから、ね、もしその去年の六根祭でいろんなお祭り見た方は、まあ、いい意味でね、こんなもんなんじゃないんだよと、実ね、うん、確かにね、本物のねぶた祭りを見に行ってほしいな、うんうんうん、あと2人が見たこと、あ、違う違うか、ロンクが見たことある立ちねぷたじゃねえ、うんうん、立ちねぷたがすっごいんですよね、なんかすごいです、うん、ちょっとうわーっていう、なんか本当に本当そう、もうちょっと文章で表現してほしい、なんて言われるかな、うん、ビルですよね。ビル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 っていうか、それくらいの大きさです、ね、へえ、うん、何階建ての、何階でしょうね、うん、20メートルぐらいあるらしいって、ありますね、何階っていうと説明できないけど、本当にねぶたがビルみたいな、ねぶたのビルみたいな、なんて言うんですかね、本当に、そんな感じですね、ねぶたのビルか、動くんですよね、動きます、はい、普通の屋台じゃないや、みこしみたいに担いでやるんですか、担いでないんですよ、なんか専用の、なんていうのかな、それ用に、うん、のやつに乗ってます、うん、はい、はい、へえ、五所川原もやっぱりないんですか、電線は。電線ないですね、うんうん、ビルが動いたら、うん、電線なんか、そうですね、へえ、うんうんうん、すごいね、うん、結構そのためだけになんか、うん、その立ちねぶたの館っていうなんていうんですか、あ、聞いたことあります、観光的な、そういうのをちゃんと作ってますしね、うん、その中に2台ぐらい置いてある、常設してあるんじゃないですかね、多分、うん、あ、じゃあいつのどのシーズンに行ってもそこに行っても見れます。僕もそこに行っても見ましたし、生の普通にシーズンの時も見てますから、はいはい、で本物の立ちねぶたっていうのは、うん、そのいつやってるんですか、8月のいつだろう、
いや、初めですね、本当に初旬ですね。ねぶた祭りと被ってるんですか。被ってるはずです。あ、被ってるんだ、うんうん、結構みんな被ってますね、祭りは。確か4つの祭り全部日程的には被ってて、うんうん、行こうと思えば全部見れるっていう、こうまとめて休みを取っていけば、ね、うん、確かにね。ってことはぜひ今年の夏はじゃあ、うん、そうです、なんか青森県を渡り歩いてほしいですよね。だから新幹線で八戸駅来て、青森行って五所回れて弘前とかで、そういう風になんか行ってほしいですよ、ね、この前見てた皆さん覚えてますか。ちゃんと三社大祭に行ってから八戸辺に行って、三社大祭に行ってからねぶた祭りに行けるわけですから、で、ね、ねぶた青森市から五所回れなり弘前なりに移動してもらうと、ねぶたとか立ちねぶた見れるんでね。ねぶたはじゃあ誰も見たことないのかな。ねぶたはないです。ねぶた多分俺本当にちっちゃい頃に見たんでしょうけど、覚えてないんで、ちょっと、うん、ねぶたの特徴って何なんだろうね。扇って言えば一番わかりやすいですかね。扇、扇でもこの違いってねぶたとねぶたって、ただ鉛がちょっと変わっただけで、もともと同じものですよね確か、うん、なのでねぶたもあるしねぶたもあるって聞きましたよ、この先には。あ、そうなんだ。どっちの形もあるって。ねぶたは扇形で、あ、じゃああれなんだ、立体的ではないんだ。立体的ではないんです。ねぷたは、弘前のねぷたは、うんうんうん、大きさ的にははねぶたの方が大きいです。ねぷたは本当に なんて言えばいいんでしょうかね、うん、ねぶたに比べるとやっぱり、うん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 、なるほどね、うん、そういうことか、うん、じゃあ、まあ、ちょっと変わった形の、ね、でもなんかそれはそれですごい動かしにくい感じがするよね、表面的だとしたらね、うん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 、それがこう動いてくるわけでしょ、うんうんうん、こうひらひらとね、うんうん、それはそれでかっこいいやんと、うん、それぞれの良さがありますよね、うん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 、まあでもやっぱり弘前はね、その祭りのシーズンもいいけど、とりあえず明日とか明後日とか、そうです ね、 ですね、今の時期にこう行ってもらうのが一番、うん、本当に行った方がいいです。弘前城の桜祭り、うんうん、今青森の天気ってどうなんですかね。青森の天気ですか。ちょっとユーストリームで動画が流れてたんですけど、ちょっと雨降ってました、ね、うん、雨降ってるな、うん、まだ散ってないんです。まだ散ってはいないです。一昨日なんか満開になったんですね。あ、そうなんだ。だからちょうど本当に連休に当たって最高なんですけど、うん、いい天気がねちょっとね、うん、問題ですね。ちょっと明日以降に期待するしかない感じですね、うんうん、ぜひぜひね、この連休ぜひ昼も見て、うん、夜も見ると全然、ね、昼と夜って全然違うんですよ。本当にいいと思うんですよ。あ、そう、夜のね、夜桜は最高ですね。最高っすよ、うんうん、まあでも今の時点でこの地図に八戸、青森、弘前、五所川原の話したんですけど、はい、陸奥の話が出てないんですよね。陸奥の話、陸奥、はい、行ったことあります。あります。僕もありますね、はいはい、行ったことありますけど、はい、あんまりこう思い出があんまりなかったですね。 あんまり、はい、ちっちゃかったんで、はいはいはい、うん、俺、恐れ山の話ってこの前しちゃったんじゃなかったっけかな、まあ、軽く恐れ山、うん、そうですね、うんうん、あそこは本当恐れ山に一度行くと、これもう会う人はみんなに言ってるんだけど、本当ね、勘違いするよね、あそこにね。平安時代の修行僧が恐れ山までたどり着いちゃったら、うん、あ、ここが天国かもってやっぱ勘違いすると思う。そんぐらい幻想的な場所ですよ。なんかもわもわとしてる。そうそうそう、常に、ね、昼間の一番明るい時でももやがかかっていて、太陽の光がその乱反射した状態でこう降り注いでいて、でもぼやーっとしてるんですよ。そうだから、もうでそこの中に結構そのいきなりこう仏像が出てきたりとか、まあ社が建ってたりとかするわけで、まあそこはもちろん誰かが建てたんだと思うんですけど、ね、ここに何か霊的なものを感じない方が難しいっていう、確かにね、場所ですね、あそこは。それさんといえばイタコですよね。イタコね、そうそう。でもイタコって何ですか、シーズン限られるんですよね。あ、そうなんですか。そうそう、イタコって1年のうち特定のシーズンしかいないんですよ確か。だってあれですよ、こんなこと言っていいのか分かんないですけど、イタコは一人普段八戸に住んでるらしいです。8人いて、うち一人は八戸にいるらしいですよ。なんかこう、はい、子供の夢が壊れた感じがします。へぇ、ずっといるのかと思った。ずっとそれさんにいるってわけにはいかない。うん、どこだっけ、ちょっと調べるんでちょっと話つないでてください。はい、一回見た時ないけど、あ、7月の20日から7月の24日まで例大祭っていうのがあっ
って、うん、そこの時にイタコが全部集結するんです。へで、その他の時に行っても、まあ、イタコはいないと。だ口寄せをしてもらおうとしても、うん、まあ、そこではできないと、うん、いうことですね。イタコって実際どんなことしてるんですかね、うん、その時ってことですか。はい、イタコはその亡くなった方の魂を呼び寄せて代わりに会話をするというか、そういう、うん、役割ですよね。なんか話したい方とかいますか。イタコは分かんないんですよね、あんまり。よく分かんないですね、青森県民なのに。なんかむつというか下北半島の方はですね、あまりこう、うん、なんていうんですかね、私その八戸住んでて、うん、まあ、八戸は南部で青森とか弘前は津軽で、うん、で陸奥の方は下北でって、なんか私的には3つに分かれていて、うん、確かにね、それあるね、はい、でなんかこう下北の方はなんとなくちょっとこうちょっと遠い感じがするんですよね、私的には、うんうん、はい、確かにね、そう、どちらかというと文化的には盛岡とか岩手盛岡の方に近いですからね、もともとの江戸時代までの藩の分かれ方とか、八戸はね、うん、実はあんまり下北とか、ね、そうなんですよね、津軽の方は特に津軽弁はね、全くわかんないですね、八戸の人間に言われても分かんないですからね、はい、青森出身なの津軽弁喋ってよとかっていう言われますね、それ分かります本当にムッとするよね、そそうそうそう、津軽じゃないし南部だしっていう、そうそうそう、山形の人がこう酒田とか庄内とかの人がこうごっちゃにしてこう言われるのと同じぐらいにこう向かってくるじゃないですか、うんうん、そうですね、具体的な例で言うと具体的な例で言うと、いや大学入って絶対言われますよね、青森出身ってなると喋ってみたいな、うん、そう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 、期待に応えられないですけどね聞き取れますけどね、なんとかなんとなくは分かりますよね、やっぱテレビでその津軽弁をやっぱりこう保存しようっていう動きがやっぱりあるので、その伝えていこうと、うん、そうすると田舎っぺっていう、こうローカルタレントが懐かしい、田舎っぺがこう津軽弁をしゃべるみたいなコーナーとか、そういうなんかイベントっていうのは結構定期的に開かれてるんですね、うん、そうするとやっぱり、まあ、八戸に住んでるんだけど、まあ、津軽弁に接する機会っていうのはちょくちょくあったりして、ギリギリ聞き取れる、いやもちろんしゃべれないし、うんうん、まあ、そんな感じですよね。ね、津軽弁の日とかやってますよね、なんか、うん、そうだ、それ、うん、そういうイベントありますね。でも、ロン君は津軽弁喋れるんじゃないの、うん、何喋るんですか、いや自己紹介とかさ、自己紹介って自己紹介なまらないか、自己紹介じゃなまらないかな、そうす、なんだろうね、何気ない時に喋ってるんでしょうね、津軽弁を、津軽弁っていうか、なまってる、津軽弁って何気ない時に喋ったらバレるんじゃない、なんだろうな、なんかあったかな、普段あんまり喋んない、やっぱそれと青森にいたら喋ってるのかな、多分自分のことを、多分俺とかじゃなくて青森した結構わーとかって言いますよね、うん、それとか、そうそうそう、今思いついたのと、うん、それだし、あとなんだろう、うん、なんだろうなと、よくなんかあれだよね、その津軽弁でさ、うん、かっけって、うん、あ、そう、すごいなんか、よく言われるよね、訳すっていうか、もう、うん、すんごい短縮しますよね、わかります、かっけって、なんて言ってる意味かわかります、松金さん、はい、確かに、そうですね、もう一回言ってもらって、じゃあ、ロン君の発音で、本場の発音でください、かっけみたいな、なん恥ずかしがんなくていい、本当堂々と、はい、かっけやみたいな感じで、なんか文字書けって命令されてる違いますね、違うね、違いますね、うん、違うんですか、そう、違います、そうでしょ、違います、日本なの日本です、はい、じゃあ正解を、ご飯食べるって、食え食えみたいな、食べてって、書けっていうの、うん、まあだから分かりやすく翻訳すると、さあ食べなさいみたいな、うん、じゃあさあ食べなさいって言ってください言われた、いやそんなさまあまあそうなんですけどねまあそうですよね、うん、まあ、けっていうのがけっていうのは食え、うん、食え、うん、
だし、そうそうそう、さあ何もケアって言って、うんうん、なっていうのはお前も食えやみたいな、なんかそんな感じで言うんだよね。でも、まあ、食えっていうと言葉だよね、標準語で食えって言ったら命令形だけど、まあ、そこまでその、うん、強い意味ではない、うんうんうん、あ、なんかそういうのはもう日常茶飯事で、確かに日常茶飯、うん、おばちゃんとか結構年配の人とか食うとすごいやっぱりそういう、うん、言いますね、なんか思い出さないよ、つまらね、あとなんだろう、有名なのってドサユサじゃないですか。ああ、ドサユサ、ドサユサ結構これは有名だと思う。ドサユサってドサユサってどこ行くのって言うと、はい、あと、ね、うん、温泉行ってくるみたいな、お風呂入ってくるみたいな、ユサ行ってくる、ユサに行ってくる、あ、道の駅が、そうですね、浅虫の道の駅があるんですけど、ユーサー浅虫っていうのがあるんですね、うん、そうだ、それが多分それはそういうことじゃないですかね、鰺ヶ沢スキー場の CM がすごいなんか津軽弁のってやったりします。鰺ヶ沢スキー場、懐かしいな俺わかんないかもしれない、なんだろう、そうそうそう、なんだろう、まあ、あれなんですよ、日本で一番進化した言葉なんですよ、津軽弁って。進化、うん、ううフランス語に近いんで、あ、それは CM だったんですよ、言われます、それ、うん、そう、ビボインを使うんですか、え、ビボイン、ビボイン、ビボインってなんだ、あの鼻って書いてボインって言うんです、あ、はい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 、なんかでもなんか外国を、第二外国を取るときに、なんか高校のとき言われたのが、うん、なんか青森とか津軽弁喋ってる人はフランス語の方が発音近いから取った方がいいって絶対言われるよって言われてあ、そういうもんなんだと思ってで、まあ、その先生はそれでフランス語取ったっていうのを聞いたことがあって、まあ、でも喋るのが早いからビボインみたいになるみたいなことが書いてあるのはありますね。なんかそうですね、なんか CM でありましたよね、フランス語っぽく聞こえるってことで、車の CM、うん、結構話題になりましたよね、あの、なんでかっていうと寒いからあんまり口を開かないんです、シンプルな理由です、そうそう、秋田の方の言葉もそれに近いんですけど、寒い地方だからあんまり口が開かなくても喋れるようにっていうふうに工夫していった結果、進化した言葉が津軽弁とか秋田の方の方言なんです、そうそうそう、だからフランス語のようにおしゃれな言葉なんです、なのになんかこう全国的にはバカにする感じですよね、そうそうそう、なんかね、あの記号出るよね、そうですよね、笑ってこらえてとかでさ出ます出ます、津軽の人、星とか四角とか三角とかやつ、あのね、ちょっと確かにバカにしてるにも程がありますよね、あのこの進化した言葉なんだからさ、うーん、せめて星とかなんか、そう、綺麗な感じでやってほしいですよね、ぜひ、まあ、といっても、まあ、私と漆田さんは南部なんで南部弁の方なんですけどねこんなに津軽弁喋ってますけど、あ、はい、コメントの方でですね、いや、これ、この青森のスターといえば黒石八郎さんも有名ですよね、確かに確かにめっちゃ有名人だそんなに俺でも黒石八郎について語れるほど詳しくないんだけど、黒石八郎さんあれ、うん、帯番組やってるんですよ、だから出てるんで、帯番組っていうか帯番組の金曜日かなんかで必ず出てるんで、うん、だからみんな有名ですね、そっかそっか、うん、うん、ATV の、うんうん、なるほどね、どうしても今かっぺとか、あとあのほらなんだっけ、イサバのカッチャーとか、イサバのカッチャー、カッチャー全国サメの、全国サメの八戸で、そう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 、イサバのカッチャー、確かに、あと実はさ、あの知ってる人いるかな、あのおはよう、まあ、NHK 日本テレビの朝、あのおはようっていう、わかりますわかります、今ジップかズームインとかジップとかいう朝のニュース番組が始まる前 の、うん、あのケーブルテレビ の、 その NNN24 っていうそのニュース専門チャンネルの番組、うん、そうそう、それの朝の番組っていうのが、はいはい、まあ、見れるわけですよ、宮城テレビとかだと朝の4時半とかからこうその放送していて、うんうん、でそこでこうもう朝一番早いニュース番組見れたりするわけですけど、そこに出てるあのアナウンサーさんの名前なんだっけ、中田ゆき、あ、そう、中田ゆきさん、そう、あとサラリーマンネオとか出てます、出てます、前のアレービーの、そうそうそう、あの人青森放送のアレービー、アレービー、そう、アレービーのアナウンサーさんだったんですよね、夕方見てたと思ったら、そう、俺も本当なんかね、中学生とか高校生くらいの時に、あの夜6時のニュース番組で毎日見てたら、いつの間にかなんかすごい活躍してる、ね、なんかね、確かに、
綺麗だもんね、あの人ね。そうですね、まあ、出身青森とかじゃないと思うけど、うんうん、そうそう、意外とそういうね、うん、まあ、ちょっと有名人って言われても、よし行くぞとかしか。よし行くぞ。あと、あれですよ、ムツが生んだ、はい、あの俳優を言えば、マツケン。そうそう、いや、今、青森店で推してるのはマツケンじゃないですか、やっぱり。確かに、確かに。あの人、すごい訛りひどいしね。そうですよね。演技してる時普通なのに、普通に喋るといきなり訛りだし。マツケンが言った言葉で面白いなっていうのがあって、ムツにもパルコがあるよって言ってたんですよ。パルコ、パルコって、俺ら見てて、パルコっつって、なんだろうなって言ったら、ムツ発祥の前田、前田っていうスーパーわかりますかね、前田スーパーの方だったんですよ。え、なんでパルコなんだそれ。いや、もう、なんかムツ、いや、そういう風に自分を思ってるらしいです。ああ、自分にとっては、自分にとってはパルコみたいなもんだよって前田のことがパルコって、えって思っちゃいますよ。前田がパルコか、青森県人でもね、本当にすごいね。いや、そうそうそう、忘れてた、彼すごいよね。うん、あとあれだよね、ゴスペラーズの北川さんとかも実は八甲出身だったりね、八甲出身だね、確かね、うん、室井ゆずきとかいろいろ結構いますよね。室井ゆずきさん、そっか、そっか、そっか。あとね、まあ、知らないかもしれないけど、スーパーカーっていうアーティストも。え、何ですかそれ。分かんない。え、嘘、あ、知ってる、はい、スーパーカー、はい、うん、あの、古川美希とか。え、彼女らは八戸と十和田の出身者だけでこうできてる番組。へー、そう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 。俺スーパーカー、いや、絶対聞いて、聞いたらいいよ。あのバンドがね、青森県出身っていうのは結構ね、誇りだよ。すごい洗練された感じっていうかね、まあまあ単純個人的に好きなだけだけど。マツケンって松平健って違うわ。違います、違います、ちょっと小雪さんと結婚した方がいいです。あ、そうそう、小雪と結婚した、まさかの。そうそうそう、びっくり。ぜひ、ね、そのうち小雪を連れ帰って青森に戻ってほしいね。そうですね、で青森でね、こう、うん、え、何、青森でもあれですよね、まあ、見て回るお店とか、まあ、うん、そんな多くはないですよね、まあ、青森市に行ったら何だよ、バドナーとかアスパムとかなんか、アウガとか、あ、そうっすね、津軽弁っぽい名前のお店がたくさんある、ね、アウガもアウガでアウガっていうそういう賭けですからね。ワドナもそうです。ワドナ、ワドナって、ワドナって、ワドナってわかるんすか、わかんないよねこれ。そうそう、私とあなたっていうんですよね、ワドナ。うんうんうん、そうそうそう、なんか津軽の方の建物ってそういう鉛にこう、なんかそういうのにかけてますよね。スタイリッシュな言葉すぎてもう、ね、確かにね。なんか八戸は八戸っていう名前にちなんだ場所が、ハッチとか、ハッチとか、あとチーノとか。そうだそうだ、八戸の建物といえば八戸市長だよね。市長、そんなすごい、だって八戸市長っていう名前を、これ八戸出身だから八戸市長っていう名前に違和感を感じてないんですけど、俺からするとすんごい違和感ありますよ。だって八、はい、仙台は何、仙台の市役所は市役所っていうでしょ、はい、八戸市の市役所って八戸市役所って言わないじゃん。言わないです。そうそうそう、あ、それそうか、そう、今知りました、ね、今知りました。そうなんですよ、青森に開港して、そうなんだ、そうそうそう、青森と八戸で文化が違うから、うちは役所じゃねえぞと、だから、うん、青森県庁があるでしょ、うん、青森県庁に対して八戸市長だよっていう、うわー、今知った、そういうことなんですよね。そうなんだ、うん、それくらいやっぱりなんかね、あるんだろうと思いますよ。そうそうそう、プライドっていうか、なんかすごい、うん、俺たちの世代になるともうそこまでね、なんか対立するってほどまでのあれは分かんないけど、うん、やっぱアイデンティティの違いがある。やっぱり昔はそういうのがあったんでしょうね、やっぱりね。ぜひね、八戸行ってもあんまり見るとこないから、八戸市長とか行ったらいいんじゃないかなと。まあ、その文化の違いだったら、根城史跡とかの八戸市の博物館とか行けば、あ、まあ、そういうのも書いてるので、八戸藩とかその頃の話とかもいっぱい載ってるので、津軽と八戸ってか南部のこの違いとか分かるんじゃないかなと思います、うん、あとこの時期だったらまだね、鹿児島に行ったらまだ海猫、ね、たくさんまだいると思うんで、うん、ぜひあの傘持って行ってくださいね。ビニール傘、そうですね、忘れずに。決して裸一貫では行ってはいけない場所です。そうですね、おしゃれな格好してったら、おしゃれは全然ダメですね、真っ白になりますよ、全身気をつけてほしい、ね、国安庁の、そんな感じですね、うん、あの八戸の魅力全然話してないですね、今日青森の話しましたね。そうですね、青森県の話ですね、うんうん、伝わったでしょうかね、青森県の魅力。いや、意外と伝わってるんじゃないですか、ね、伝わってますよね、意外と、うん、青森もまだまだこれから盛り上がっていきますんでね、はい、ぜひあの、応援していっていただければ嬉しい。夏に向けてどんどんお祭りの準備も始まっていくので、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい。
以上、じゃあ続八戸トーク元青森トークのコーナーでした、はい、多分またやると思います。あ、そうですなんか、はい、そんなそんな感じがします。はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。ヘッドークでした。いやIIA40 プロジェクト推進どんどん進めていきたいですね。それちゃんと喋れてない。IIA48 です。何の略だ。 If I am 48 です。まあそのうちね、この番組を見てくださっている女子大生の方がいたら、その IIA プロジェクト48プロジェクトどしどし応募して待ってますんで、ぜひ連絡お願いします。はい、それじゃあ次に、スタートという団体、まあ、まだ仮名なんですけど、スタートという団体の、方から、経済復興商品の方を紹介していただきたいと思います。それではお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあまず、自己紹介から。自己紹介、はい、お願いします。山形大学4年の、あ、こっち菊池です。菊池亮です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、菊池さん何回かもう、そうですよ、もう何回か出て、はい、すみません、こんな、なんかでもちょっとなんか、はい、コスプレしてる人多いじゃないですか。でそうです、ね、思ったんですけど、で俺なんかすげえ地味な格好してるなと思ったけど、はい、ちょっと見てもらうと、はい、実はなんか俺超ジョブズっぽくねみたいな。わかる。そう、ジョブズ、スティーブ・ジョブズと一緒。まあ、あ、メガネかける。メガネがもうスティーブ・ジョブズみたいな。そう。そう、和製ジョブズ。そうでもない。とりあえず痩せようか。そうですね。はあ、まあ、それは置いておきましょうか。まあ今日はそのいろんな活動を今まで紹介していただいたんですけど、今日は、スタート、カッコ仮っていう。仮なんですね。仮っていうのをまあちょっと後で、まあ、そのことは説明するとして。はい。それじゃあその、なんかどういう団体なのかなっていうのを。ですね。元々、山形大学と、芸術大学が山形にあるんですけど、東北芸術工科大学ってとこがあって、はい、そこと合同でスマイルエンジンってボランティアバスを出してたんですね。はい、スマイルエンジン、はい、スマイルエンジン山形っていうんですけど、はい、その中ででもやっぱあのガレッジ処理とか、例えばまあ速攻の泥かきとかやってる間に、それだけではちょっと復興していかないなっていうことを考えて、まあ何人かの有志でやっぱ経済復興していかないと、そこ石巻とかでは、例えば石巻とかではまあこれからも住んでいけないよねってなって、何かまあ商店街の方々にお手伝いできないかなって思って、まあ経済復興プロジェクトチームスタートっていうのをまあ立ち上げたんです、まず。はい、でそれで、まあまず石巻でスタディツアーをやって交流人口を増やそうっていう企画があったりだとか、まあ今日紹介するサキポンっていうちょっと商品があるんですけど、まあそれは置いといて、そういうことをまあしていこうという、なるほど、はい、そういう団体でありますね。基本活動場所としては、まあ、山形のまあ大学使ったりだとか、まあ、メンバーのうちとかちょっと、はい、あ、そうなんですか。ちょっと遊牧的にやってます。遊牧的に、ね、遊牧的にやってる。なるほどな。メンバー的にはその東北もう芸術工科大学と山形大学のメンバーと、まあ、あと少し大人の方とか、はい、あともう一つは、でそれで、まあ、なんでスタートっていうのが仮かっていうと、はい、ここに伝えて、その後にやっぱ東京でちょっとグッズ売りたいよねって話になって、うん、青山学院大学と提携しようってなったんですよ。あ、そうなんですか。そう、それで青学と提携しようってなった時に、はい、ちょっとこのままの名前だとまずいよねみたいな、ちょっと青学混ぜた感じの名前にしたいよねっていう風になって、はい、今なんかそのままあの名前決めようって言って、結構引きずって今まだ決まってないんですよ。ああ、そういうことなんですか。なんかそう、本当になんかそういうのみんなずっと考えてて、だから、はい、本当にこの番組中にも山形大学と東北芸術工科大学と青学なんですけど、なんかいい名前あったら本当欲しいんですよね。そうですね、名前募集。なんか思いつかないですか。僕は本当下世話の名前しか思いつかないです。あ、じゃあやめときましょうか。ちょっとそうですね。じゃあ今日やめときましょう、ね。だから番組中、番組応募してるっていうことなんで。応募じゃあしてみますか。多分来ないだろうけど。本当に陽光を伝えて。陽光。
横をまあまあ置いときましょう、多分来ないかな。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあその今回は宣伝っていうかその広報ということで、そうですね、広報ってことで、まあ、サキポンっていう商品について、サキポン、サキポン実はちょっと持ってきてるんですけど、めっちゃ可愛い名前ですね。めっちゃ可愛いですね、サキポンって。まあこちらなんですけど、多分見た目も可愛い、可愛いよって。あ、でも写真とか出ますか？大丈夫、出るかな、写真送ったやつ。まあちょっとなんか見ますよ。お願いします。どっち、まず、うん、あのこれいっぱい写ってる方の写真を写してほしいんですけど、まあ、これサキポンって言いまして、はい、ですね、これ、ちゃんと意味がありまして、お、はい、まあ石巻に再び花を咲かそう、咲くって意味と、それと、はい、まあ、ポンポン、ポンポン、 ポンポンって、あの例えばなんかチアガールとかが持ってるじゃないですか。 あ、はいはいはい、あれなんか応援しよう、石巻を応援しようって、そういう意味とかが込められてたりするんですね。あ、なるほどね。それサキポンっていう名前で、もともとこれ何かっていうと、石巻の商店街があるんですけど、そこで、はい、呉服屋さんに一回お伺いしたんですね、はい、そしたら津波で、被害を受けて反物が水に浸かってしまったと、はい、そういう反物ってやっぱり使えないわけですよね。もうそうですね、うん、それでそれをうまく再利用できないかって考えた時に、はい、東北で、先織りっていう技術があるんですよ。先織り、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 先織りなるほど、先織り、ごめん、先織り、先織り、先織り、おー、もともと東北って資源がなくて、それでまあ昔の先人たちの知恵で一回使って使えなくなった服も糸にもう一回紡ぎ直して、それからまた服にしてっていう、裂いてまた服にする、そういう伝統があって、あ、これその技術をもう一回この震災の時に使ってみようじゃないかってことで、まあこういう商品が出来上がったんですね。エコですね。エコ、まあエコじゃあエコかな、うん、まあ、だから実際に本当に反物の生地だとかそういうものも含まれて、はい、作ってるのがこのサキポンですね。なるほどね。これは使用用途としては、はまあ普通にアクセサリー、アクセサリー、あーでもそう実際つけたら結構かわいいですよね。かわいいです。ちょっと一回持ってみて、はい、どうぞ。もう手触りもね、これ何とも言えない感じがなんかふわふわな感じ、なんか松さん、いやこれなんか女の子の方が良かった。そうですね、完全に女の子の方が良かったです。女心をちょっと、そうです、松さん、どうですか。これ携帯につけたらすごい可愛いっていうか、まあ、男の子がつけたら、うん、すごいなんか女性からの目線を集められそうですね、うん、そうですね、つけたらつけたで、うん、サキポンツイッターアカウントもある。あ、そうですね、ツイッターがありまして、はい、出るかな。あともう一つの画像があると思うんですけど、出せますかね。はい、出せます。そこの下のところに実は、まあ、今日 IFIAM 出るってことで、ちょっと、まあ、それに合わせて実は、はい、今日作って、おうおう、まあ、作ろうと思ってて、はい、これを契機にちょっとやっと作ったっていうのが、まあ、ツイッターアカウントですね。まあ、多分出るかな、もうすぐ。出ました。出ました。あ、多分それの下の方に、まあ、多分アカウント名書いてあると思うんですけど、まあ、SAKI アンダーバー、PON アンダーバー11で、サキポンという、そういうアカウント名になっております。まあ、ここにあと、まあ、サキポンの意味が、書いてありますので、ぜひ興味をお持ちの方はちょっと読んでいただいて、あ、こういうもんなんだってことをちょっと、はい、お願いいたします。そうですね、ぜひツイッターフォローもお願いします。よろしくお願いします。ってことで、そう、どこで売ってるかってことを聞いていないんですよね、はい、実はですね、仙台メディアテイクの1階に、金入ミュージアム、金入ミュージアムっていうの、まあ、カネイミュージアムって実際、あの八戸、そうなんですか。そう、八戸だから、なんかちょっとつながったかなみたいな、そうです、実は八戸三昧、八戸三昧ですね。そのカネイリミュージアムで、はい、1階に売ってて、で、はい、ちょっと最初12個ぐらい、まあ、入れたんですけど、すぐ売り切れてしまって、はい、明日また10個ぐらい入荷するということで、ぜひぜひお早めにお買い求めくださいということで、大人気ですね。もうそこだけ、はい、もうメディアテック のそこをですね、今のところそこだけでもっと、今後はまあネット販売とかも広げていこうかなと思ってるんですけど。なるほど、ね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこのサキポンの紹介だったんですけど、その最後に最後に一言というか伝えたいことがあれば、はい、まあ、
これを買うとですね、やっぱりその被災地の方だったとか、その反物を提供してくれた、まあ、呉服屋さんに、収益金が入る仕組みとなっておりますので、ぜひぜひちょっとまあいろんな復興グッズ出てますけど、ぜひこちらの方もまあお買い求めいただいて、ちょっとね、あの石巻のためになんか買っていただきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあ45分ということなので、はい、そうですね、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。サキポンの紹介でした。でこれからその45分からは、アフタートークということで、今まで出てきた、あ、その今日の番組の内容について話し合ったり、視聴者の皆様からそのご意見をいただいたものを話し合ったりだと、自由な時間になるので、この後も引き続きご覧ください。ちょっと報告がある。陸前高田に行った。お、うん、アフタートークの中で、そうですよね、聞くっていうことですよね。はい、ありがとうございました。じゃあ次に引き続きアフタートーク始めたいと思います。あ、はい、音楽、はい、あ、どうですか、これはアフタートークですか。アフタートークで。
知らないけど電話にアフタートークの時間なんですけど、そうですね、まあ、今日も濃い番組でしたね。衣装がすごい濃かったですね。衣装しか、衣装とさきぽんしか頭に残ってないです。それ以外ないですね、多分。ね、今日はまあ奇抜な面々に来ていただいたんですけど。はい、今日はそのなんだろう、そのゲストというかその見学で来ていただいて。そうですね、ちょっと見学だけのつもりだったんだけど、なんか出ることになってしまいましたね。ありがとうございます。わざわざ自己紹介お願いします。月柄高谷と申します。月柄高谷さん、珍しい。で、その今年の3月にその愛知県の方からこの仙台に来たばっかりなんで、まだ1ヶ月ちょっとなんで、ちょっとこっちに慣れ始めてきたかなぐらいなんですけど、愛知からわざわざお仕事の関係で、まあ、転職しようかなと思って。おお、転職。今何をされてるんですか？とその、まあ、社会人学校の方に通いながら、まあ、そっちの経営の方を手伝ったりとか、あともう一つ、あのこっちだとあの KDDI、 あ、言っちゃったかな。まあ、ちょっと、まあ、コールセンターの方で仕事したりとかしてますね。その前の仕事が10年ぐらい勤めてたんですけど、ちょっと、まあ、住み慣れた土地を離れて、まあ、他の地域で仕事するっていうのもなんか自分のその人生としての経験の中ですごいいい経験になるのかなっていうのがあって、それで転職しました。なるほど。今就活中のうちらにはなんかそうですね。なんていうか、うら、そうです。10年っていう、意外に驚いたのが10年っていう、すごい年上、若く見えるので、先輩だったんですね。うん、高卒で就職したんで、28になりです。見えない。高谷さんとお呼びさせていただき、もう何でも構いませんが。本当に今日は来てくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。それじゃあその、まあ、お約束というか、もう何回も来ていただいてるんですけど、もう自己紹介する必要ないんじゃないか。ちょっと髪の毛が伸びた。ああ、ちょっと割と、はい、達也シェフです。ですよね。ドヤ顔や。ドヤ。ですよね。ちょっとなんか今日達也シェフからご報告というか、はい、うん、ちょっと先週の金曜日に原付で岩手県の陸前高田市まで行ってきて、原付で行ったんですか？原付で行く距離じゃない気がします。なんか最初100キロかと思ったら160キロあって、そうやね、100キロ走ってもつかんなと思った。160キロ100キロじゃつかないですよ。あれ嘘やんと思って、あの過去最長さじゃなくて過去一番時間かかった旅です。何時間かかったんですか？6時間かかった。意外と短いかも、もっとかかるかと思いました。意外と、まあ、まあでもその時にちょっと沿岸図を見たりして、はい、思った写真撮ったりして思ったことがあったので、はい、FIM 来てみようかなと。おー、ありがとうございます。その写真っていうのは、あ、今映りますよ。見ますよ。はい、来ますか？今行ってますか？行ってます。お、なんかこういう写真を撮ってきたんですけど、まずすごくびっくりしたのが、やっぱり岩手県に行ってきたんですけど、はい、三陸の本当に入り組んだところで観光名所の碁石海岸のこれ写真なんですね。おお、桜、うん、桜があってで、めちゃくちゃ綺麗だと思うんですけど、あの本当にここは観光地でも復活しているというよりも波がここまでは来なかったんですよ。あ、はい、やっぱりこう入り組んだ
た地形だったので、海のすぐそばがすごく標高がいきなり上がって、標高というか海抜がすごく上がってるんで、波が来なくて、で普通に通常営業していると。で、片やちょっと降りていくと本当に被害がひどくて、津波が両方から襲ってきたような地形のところを、特にあの大船渡っていう陸前高田の隣とかなんですけど、その市は本当山の上から見てても、あ、本当にひどいなっていうような感じだったり、この被害の程度が様々で、実際に自分でこう原付で見て、あ、走っていけたのがいいかなと。こんな、今映ってると思うんですけど、観光名所の雷岩っていう陸前高田の、陸前高田じゃない、岩手県の、まあ、三陸の名所なんですけど、すごく綺麗で、こんな感じですごく三陸の海が綺麗だなと思う反面、まあ、その地形の厳しさでこう津波も被害を増したのかなっていうのが。おお、めっちゃ綺麗ですね、この風景。本当にこう行ってみて思ったのが、ちょっと飛ばしますね、はい、行ってみて思ったのが、やっぱり本当にいろんな被害にもいろんな、まあ、程度があるんだなっていうのと、はい、実際にそこにいる人たちと話したり、で、まあ、美味しい美味しいって言われてたこうお店にちょっと足を運んでみたら、あ、そうなんですか。で、店主さんめっちゃいい人で、あの陸前高田の中華食堂熊谷さん、熊谷さん、中華食堂で、あの担々麺がすごく美味しいお店だったんですけど、店主さんがすっごいあのいい人 で、はい、で、まあ、またおいでねみたいな感じですごく気さくな方だったんですよね、うん、でこれ陸前高田なんですけど、被害がすごくて本当に一面、あのこう何もない状態で、だんだん回復してきて、でガソリンスタンドとかあるような状態なんですけど、本当にガソリンスタンドが復活してたのはびっくりしたんですけど、本当にポツンポツンと復興し、あ、復興ってまだ言えないです、復活しかけてるなっていう状態で、これ道の駅から撮ったこの写真なんですけど、すごいこの道の駅自体がうわーっとこう崩れてて、もう本当に、まあ、平らだなと。で、まあ、これがその中華屋食堂熊谷さんで食べたラーメンの担々麺の写真なんですけど、めちゃくちゃ美味しいんで、陸前高田行った時はぜひ食べてほしいです。へー、担々麺食べたくなってきた。なんか、そうですね、実際にこう僕がすごくおすすめなのは、まだゴールデンウィークも残ってますし、実際にこう、まあ、原付じゃなくても陸前高田とかではなくても、なんか被災地に行ってみるっていうのはいいかもしれないな。で、本当に観光のために行ってみる、で自分の目で見ていろんなことを感じるために行ってみるっていうのがすごくいいなと思ったので、っていう感じです。タンタン麺食べたい。どう思います？やっぱその実際に行くっていうのはすごい大事ですよね。ちょうど本当に今ゴールデンウィークなんで、行きたいです。この格好で行くんですか？いいですか？ダメです、言っておきますが、これ私の制服なんで。言わない方がいい。分かってます、視聴者はこんなの求めてないことは分かってます。そうですね、どこにニーズがあるか分かんないんですけど、だからその熊谷以外、熊谷か、中華食堂、熊谷以外にも他はどういったところに？他は、まあ、実は熊谷、あのこのラーメン屋さん2回行って、担々麺白と黒が2種類食べてきたんですけど、はい、あの両方ともおすすめですね。白と黒は、白と黒があって、どっちも食べたい。え、何が違うんですか？担々麺、白い方がコクがあって美味しいんですけど、はい、実は黒は美味しくないかといったらそうじゃなくて、普通に美味しいんですよ、ただ普通に美味しいで終わりじゃなくて、そこに黒酢を入れると箸が止まらなくなるんです。おお、本当にこれは美味しくて、お腹空いてきた。本当にいろんなことが見れて、で何しに行ったかというと、こう陸前高田市の小学校で科学実験教室があったんで、はい、まあ、それお手伝いという形で行ってみようかなと思って行ってきたんですけど、まあ、そこでもこう子どもたちと触れ合う中で、まあ、本当に普通に子どもはもう元気だな、まあ、元気な子が来てたのかも分かんないんですけど、まあ、実際にこう話してみて、ちょっと落ち着いた感じはやっぱ しましたね。おぉ、ツタヤも復活してると。あ、ツタヤも復活してるんですよ。ツタヤとローソンも復活してて、はい、で普通にあの、まあ、こういうところがどんどん復活してきてるんだなっていうので、活気も取り戻しつつあるという感じで、そうです
ですよね。なんか本当の復興っていうのはやっぱりこうやってさっきも、まあ、復興系の商品出てますけど、うん、そういうのを買ってみるとか、うん、足を運んでみるとか、そういうのにも移ってきてるんだなっていうのは分かりますよね。確かに、うん、これこのものですね。あれ今映ってないか。これちょっとこう遅くて、はい、子供とこう触れ合ってめちゃくちゃこう笑顔だったりとか、うん、今持ってたのがあの緑虫ドリンクっていうので、昔あの青汁で飲んで、うん、ああまずいもう一杯みたいな、うん、あれを、あれを野菜じゃなくて緑虫ですか。緑虫、飲めるの？健康食品ですよ。であの実験教室でそんな企業さんとかも来てたんで、あの緑虫クッキーとか作ってるユーグレナっていう会社なんですけど、ユーグレナ緑虫クッキー、お味の方はそれは飲んでないんですか。あ、でも緑虫ドリンク飲んだんですけど、はい、まあ、美味しくはないけど、そこまでウケってほどまずくはない。体にいいなら飲もうかなぐらいですよ。緑虫って体にいいんですね。いや、なんか栄養価が高いみたいな。なんか小学校の時のなんか理科の授業しか思い出せないのか。なんか資料集に載ってる緑虫しか出てこないですね。動物性タンパクと植物性タンパクが両方一緒に取れるみたいな。動物であって植物でもあるみたいな、動物なんで。ちなみにこれがちょっと被害の大きかったところの写真なんですけど、こう、うん、あの北からも南からもずっとこう波が押し寄せるようなこういう地形 で両側からこう攻められたとかですかね、とか見てて、まあ、本当にこれちょっと山の上から見ても痛ましいなと、はい、うん、すごい地形だ。実際見ると違いますか、はい、生で見ると。やっぱりこう なんかこううん、違いますね。全然これ見聞きした情報じゃなくて自分でこう体感できるんで、うん、はい、あ、こうなってたんだとかっていうのが、うん、本当にそのままダイレクトに見れるっていうか、うん、あ、で今美味しそうな写真が写ってるんですけど、うん、これまあ被害も大きかったって言ってたところのお店が復活してて、定食屋さん、まあ、飲み屋さんが復活してて、マグロの釜焼き定食1300円、お腹空いてきた。これめちゃくちゃうまくて、あの大船渡っていうところに行ったら、はい、ぜひあの中村っていうお食事屋さんがあるんで、大船渡の中村、はい、でプレハブ小屋で経あの まあ、やってたんですけど、はい、店主さんもすごくよくしていただいて、うん、あの中村と四季春菜中村っていうお店だったんですけど、美味しくてあのご飯2回もおかわりしちゃって、おー、長いで、これ鎌が本当に絶品なんですよ。へえ、ちょっと食べてみよう。白子のように繊細な身もありつつ、白子のように、でステーキのように豪快なこう味もしつつ、で油もこうスッとくどくなって楽しめて、すごい、なんだろう、リハやのメンバーでは考えられないこのコメントですね。そうこれですね、四季春菜中村。そうですね、私たちはこうグルメトーク向いてないですからね。なんて的確に伝えるんだろうね。24時間配信でもうまく伝えられなくて、知って激励を受けました。今本当にすごいなと思って。まあこれ、その今プレハブ小屋で、うん、あの営業されてるんですけど、本当にあの美味しいところのぜひ。でなんか本当に通常営業で、はい、山の上とかは被害なかったところは、うん、漫画喫茶とか普通に開店してたんですよ。そうなんですか、漫画喫茶。あのさっき本当に被害の大きくてプレハブ小屋で経営しててみたいなところから。はい、10分ぐらい山の上こう登れば普通にあのこんな愉快なキャラクターがいる。これすごい気になる。ヤンキーなのか。漫画喫茶のなんかコインランドリーなんですけど、なんか愉快なキャラクターがいて、普通になんかスナックとかも営業してて、すごい、すごい回復。陸前高田といえば、あの笑顔311プロジェクトの方で、おあの陸高、陸高ですね。そうですね。そうですね。4月21でしたっけ？え、それ俺の誕生日。あ、そうだそうだそうだ。お誕生日おめでとう。おめでとう。そうだそうだ。そうだ。え、ちょっと待って。そうだった。そうだそうだ。話この空気やばい。やばい。いらなかった。ちょっと今日ケーキ作ってきたんで。達也シェフの本気。まあでも本当に21日に配信中継でしたっけ？配信でしたっけ？
配信、うん、ちょっとリクタカの説明してください。今これが今映ってるのがリクタカの、あの熊谷さんっていうあのラーメン屋さんなんですけど、本当に担々麺絶品なので、本当だ。僕あの僕が食べたラーメンの中で一番美味しいラーメンと二番目に美味しいラーメンがあるんですけど、それがここの担々麺の白と黒なんです。おお。これ本当に美味しいんですよ。冗談抜きで。冗談抜きで、あのうまいです。達也さん何しに行ったんですか。科学実験教室のお手伝いという名前のただの観光なんです。ただの観光。やっぱりこう料理修行やん。なんか暗い気持ちでこう回って大変だなっていうのを見ても悪いよりもこう、まあ、こういうところに行ってあ美味しいなとか、まあ、店員さんよくしてくれて、まあ、また来ようみたいな、こういうすごくなんだろう なんか震災のことをこうすごくこう悪いイメージで捉えるんじゃなくて、ここで頑張ってる人たちに元気をもらいに行くみたいな、はい、そんな感じの生き方がすごくいいかなと。本当にお店の人とかすごく道の駅の人とか、はい、あの商店の人とかこういうご飯屋さんの人とかすごくよくしてくれて、こっちが本当に元気もらえるんですね。やっぱ行ってみないと分かんないですね、そういうのって。行ってみて初めてハーッと。でもおすすめは原付とか車で、あのツアーとかじゃなくて行ってみるのが多分ベストかなと。原付ですか。原付で、原付で下手すると死にかけるんで。きついですね。だって今日すごい雨降ってるじゃないですか。こういう日とかは危ないですよね。実はこれ陸前高田着いた時に雨めっちゃ降ってて、今日ほどじゃないですけど雨降ってて、でびしょ濡れになりながらこのラーメン屋さん入ったら、あのごめんなさいちょっと営業時間過ぎたんですけどね、始まったんですよ。ただ特別だよ。優しい。出された熱々のラーメンがめちゃくちゃうまくて、いや行ってみたいですね。そういうこと。マツさん運転して。行こっか。24時間配信の時に松さんとか、あと今配信してるロン君がこう運転して石巻と松島に行っていったので、おお行ってみたいですね。あと本当明日4、5、6、あと3日間ゴールデンウィーク残ってるんですね。石巻からさらに100キロなんで。ですよね。あの僕帰石巻に経由で帰ってきたんですけど、なんか陸前高田からこう南に下ってって石巻に着いたら、あもうすぐ仙台だと。そんなことないですよ。石巻でもうすぐ仙台だと思いました。ないですよ。35キロぐらいは離れてるんじゃないかと、石巻から。50キロ。50キロですか。もう30ちょいか。なるほど。高谷さんはその、はい、被災地行ったりとか、その、まあ、来て1ヶ月っていうことだったんですけど、まあ、そのゴールデンウィークの予定とか行かれたりとかっていうのはあるんですか。あのやっぱりその震災当初っていうのは、その自分は愛知県にいたんですけど、はい、やっぱり最初はすごいニュースとかでやってたんですけど、やっぱ向こうの方ってもうすぐそのニュースとかがな少ししかやらなくなってて、やっぱりその周りとか見てるとやっぱりなんかカラオケ楽しんでる人がいたりとかですごい温度差を感じたんですよね。でやっぱりその自分あの同じ日本国内で起こってることなのになんでこんなに温度差があるんだろうって自分納得できなかったんですけど、その仙台にやっぱ来たからにはちょっとそういう被災地っていうのを絶対自分の目で見ておいた方がいいなっていうのがあって、その来て3月に来て、その3月の時にそのまあ石巻の方にちょっとまあその視察というかまあ見学に行ったんですけど、やっぱその自分の中ですごい覚悟をしてその見に行ったっていうのはあったんですけど、やっぱり実際に自分の目で見ると本当にすごい衝撃というか、本当になんかもうやっぱりその場に行かないと感じられないものっていうのがすごいあって、やっぱりその、まあ、まず行ってよかったなっていうのはあって、でまあ行くだけで終わるんじゃなくて、やっぱりこう地元の愛知県とかでもやっぱりすごい温度差があるんで、やっぱそういう、まあ、向こうの方はもうなんか半分震災とかっていうのはもうある程度肩がついたみたいなもう雰囲気になってるんですけど、そうじゃないよっていうのをどん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 伝えていかないといけないなっていうのをすごい感じて、やっぱり自分がやっぱまあたまたま仙台に来たわけなんですけど、まあこういう経験をしたからには自分がやっぱ伝える側としてどん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 周りにこう
こう行っていかないといけないなっていうのはすごい感じましたね。温度差って確実にあるんですね、うん、やっぱこっち来てやっぱりその地元の現地の人のやっぱ話もやっぱり聞かないといけないなと思っていろいろ聞いてたんですけど、うん、その同じ宮城県内でもやっぱ温度差があるっていう話を聞いて、で、まあ、まあ知り合いに、九州の人とかもいるんですけど、まあ、向こうの方で本当に別の世界で起きたようなことぐらいのことなんで、これはちょっと本当におかしいなっていうのはすごい感じるんですけど、まあ今の日本の現状っていうのはこういうことなのかなっていうのをまあ受け入れないといけないっていう部分もあって、でまあなんとかして変えていかないといけないなっていうのはすごい感じますね。でも本当にそのこっちのその現地の方とやっぱ話してると、やっぱその震災を経験して、まあ、それでもなんかやっぱここから立ち上がって頑張ろうっていう人がすごいたくさんいて、まあ、その石巻でも仮設で商店街やっている人とかもいたりとか、そういう人がすごいたくさんいるんで、やっぱ自分自身に元気をもらえたりとかパワーをもらえるなっていうのがあって、でやっぱその、まあ、この、まあ、今は多分日本の国内で一番人間のそのパワーがあるっていうのはこの東北のここだと思うんで、まあ、この方々とやっぱ一緒に仕事していきたいなっていうのはすごい思いましたね。仕事していきたい、確かに、なんかそういう雇用の問題もありますしね、今すごい真面目な話だったんですけど不真面目で代表みたいな顔してる大友君、やっぱその現地の人の声っていうのをその全国に届けるっていうのは僕らの、そうですね、目標っていうか目的だったりするので、やっぱそういうのはすごい共感するところだと思います。確かにいいこと言ったね。どうでしたてかもうもはや10時過ぎてるんで、そうですね、実は大変申し訳ないんですけど、ちょっとそろそろ締めに入りたいんですけど、締める締めに向かっていかなきゃいけないのか、はい、でも本当に伝えていかなきゃいけないっていうのはやっぱり思うし、まあ、この If I Am 始まっても1年経っても今日で53回ですよね、でこの中でもいろんなその立ち上がってる人たちだったり地域の人を呼んでお話をしてもらって、その中で配信してる私たちの方もいろいろ学ぶことだったり、ね、知ることもいっぱいあって、この活動をしてきて本当に純粋に楽しかったなとも思うし、もっとちゃんとこれからも続けていかないといけないなというのは毎週感じますね。この今回写真で紹介していただいたんですけど、まあ、実際現地にね、被災地に行くっていうのはかなり大切なことだなと、まあ、僕たちもこの、まあ、この3人で石巻と松島に行ってきたんですけど、まあ、その活気があったりだとかっていうのはやっぱ写真じゃ伝わらない部分が大きいですし、まあ、実際に行って歩いてみて回ってみるとね、まあまあ、にぎわっているところというか復興しているところも確実にあるんですけど、まだ未着手のところも何かがあるんで、本当にそれは感じます。みんなで応援、まさに勝谷さんが言ったようにみんな応援し、高谷さんが言っていたようにそのみんなで応援していかなきゃなとは本当に思いましたね。でもやっぱり自分がまあ見るだけじゃなくて、やっぱりその今必要なのはやっぱ周りに伝える配信する場だったりとか、そういうとこがやっぱ今重要なのかなっていうのがすごい感じるんで、まあ、今日のようなこの場とかっていうのはどん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 やって、まあ、継続してってほしいなっていうのはすごい思います。ありがとうございます。本当こういう方々のおかげでこうやって50回以上続けられて1年以上続けられているなと思いますね。結構奇跡みたいなもんですよね。本当に奇跡ですよね。まあ奇跡ですよね。ありがたいですね。配信メンバー9人しかいないので、実はメンバーが。メンバー募集中です。メンバー募集中です。こんな格好してますけど。はい。
まあちょっと時間がそろそろ来てるっていうの で、ね、まあ一度締めたいんですけど、あまあこの後は達也シェフのベイクドチーズケーキを食べる。画面の皆さん、ごめんなさい。まだ間に合う。まだ間に合う。まだ走れば間に合うかもしれないですね。あまりにも毎週ケーキ持ってきてすぎてもなんか調子乗りそうだよね。イファやろなさ。来週何？プリンがいいな。やだまあちょっと10時20分からちょっと食べ始めようかなと思うんで、まだ間に合います。まだ間に合います。現地でぜひお願いします。じゃあね、ちょっと一度締めたいと思います。はい、そうですね、はい、今週もご視聴ありがとうございました。来週の配信はですね、MC 根本の学生復興会議ということで、テーマは政治という結構広くてでかいテーマなんですけれども、うん、興味ある方、また興味なくてもなんかちょっとこういう意見があるなという方もぜひぜひユーストからまたは直接参加でもいいのでぜひ見てください。よろしくお願いします。ではありがとうございました。また来週も見てください。ありがとうございました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 。どやー立ち走った